皆さんこんばんは、渡辺和樹です。サイバースキーレッスンの、体験レッスンということで今回開催させていただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。まあこのサイバースキーレッスン、まあ、いわゆるオンラインスキーレッスンですね。まあいろんな形でいろんな方がやっておられると思うんですけれども、まあ、今回は、私渡辺和樹流のオンラインレッスンのスタイルをちょっと体験していただきながら、まあよかったらまた続けて参加していただければということで、無料のレッスン会を開催させていただきました。この、サイバースキーレッスンですけれども、動画とこのライブ配信ということで、動画はだいたい10分ぐらい、今1個サンプルで、このグループに30分ぐらい前に1個上げてあるんですけれども、毎週テーマの違う動画を、上げていきます。この大体の流れはベーシックの辺が、ベーシックが10、それから、アドバンスというか実践的な部分が10ということで、大まかの目安は20から20ちょっとで組んであるんですけれども、今期に関してはですね、まあ、このコロナ禍ということでもう5月からスタートして年間やっていこうというスタイルになってます。以前はだいたい11月から3月終わりまで、あ、4月までかな、5ヶ月とかでやってたんですけれども、今期は通年でやっていきますので、このままずっといきますとですね、もうすで、に動画を20本以上、このライブの配信も17回か18回くらいやってるので、11月中には一通り実践的な滑りまで流れて、一回りするかなっていう感じなんですね。でその中で今度は、シーズンに入ったら、もう一度ベーシックなところから組み立て直していくんですけれども、新しい動画をどんどん挟みながらやっていく予定です。今回はですね、とりあえず一番最初のレッスンですね、第1回というかもう一番最初の基本のポジションのところちょっと紹介しているのはあるんで、それ先ほど載せた動画でもあるんですけど、それ見ていただきながらちょっとこう解説なんかもちょっと入れていきたいなというふうに思います。まあこれを僕のレッスン、普段雪上でやってる時のレッスンの中でも一番結構大事にしている部分でもあるんですけれども、ちらっと映るかな、コメントの方はですね、随時入れてください、邪魔なんでしときますね。まあベースの滑りを作っていく上でやっぱりこのポジションって結構大事になってくると思うんですね。このポジション次第で滑りのもう何割かがもう決まってしまうっていうことで、通常の雪上レッスンでも必ず最初のポジションとか荷重動作、僕は結構ここにこだわってやっていきます。今これちょうどポジションのところ説明してるんですけれども、構えるときに股関節を軽く引くような感じで構えて、まあ背中の角度があんまりこう大きく変わらないように、こういう上下の動きを使っていくようにバランスをとっていきます。まあ、スキーの中では前後のバランス結構大事なのと、上体の角度がすごくブレると非常にミスが起こりやすいですね。そしてこれ今ちょっと足首からぐっと前に詰まりましたけども、足首の方から先曲げていくと結構体が前に詰まりやすいんで、初歩の段階ではこの足首の曲げっていうのは非常にいいと思うんですけれども、ある程度滑れる方の場合は股関節側から曲げてポジションを取っていくっていう感じの方がいいかなと思ってます。実際のビデオではこんな感じで喋ってます。前寄りですね、前側に圧をかけて全体に詰まるような形で滑っていきます。まあ、初級クラスの場合は荷重していくときにつま先が母指球側にウエイトを集めていくので、少し前にウエイトをかけていくことでスキーの滑りを抑え、まあ、エッチングの時の横ずれを止めて足場をしっかりさせることで、こんな感じで、まあ、初級クラスの時は少し前に圧かけてあんまりスキー滑らないようなバランスぐらいにしててもいいんじゃないでしょうかという紹介ですね。まあ、初歩の段階では滑っていくのは結構怖いと思うんですね。なので、まあ、体が引けないようにちょっと前より、しかも足裏の荷重ポイントはあまりこうたくさん動かさない方が安定して滑れるんで、一般的には母指球のあたりにウエイト集めましょうなんていうアドバイスが多いです。
ですけど、ある程度こう滑れるようになっていくと、それを今度意図的にこう前後させたり動かしていく動き、そしてスキーの操作をやっていくときに結構股関節付近から、スキー操作することが多いんで、股関節も上げてあげてですね、あんまりすねの角度を大きく変えないで、太ももの角度をこう立てたり寝かせたりする形の中で、高い姿勢低い姿勢プラス前後ろっていう、前後のバランスなんかも調整していただけるといいんじゃないかなと思います。ポジション作るときに先に足首の方をグンと入れるような感じでこう構えを作っていくと、もう大半ここで前寄りにバランス崩れちゃうんで、スキーブーツ履いてますんで、実はすねの角度ってもう最初からついてますんで、すねの角度は変えないイメージのまま、こっちの股関節側をグッと曲げてあげると上体に角度がつきます。でこの中でポジション、このまま構えるんですけども、構えた時にもうここでもうつま先がこうやって上がるぐらいのバランスですね。こう上げるバランスから、ここから前に行くって言ったら、靴の中で足首の方を少し背伸びするような、前後ろ前後ろ前後ろ、まあ、こんな感じで、ポジションをいつも作るイメージですね。これまあブーツですけど、このブーツにこう立ってるともうすねの角度はこう出るんですけども、ここでやっぱり何て言うんだろう、前あんまり足首を曲げすぎるとこう靴がですね、こう前側にこっち側にこう回転するように力がかかるんですね。そうすると全部こうつま先の方に力が集まっちゃうんですけど、スキーはほとんどつま先から力が入ってかかとの方にこう抜けていく、こういう形で力を使ってきますんで、前から後ろっていう風に普段はこの靴をこっち側に回転させるような感じに力を使ってあげると、スキーは結構滑らかに滑ってくれます。まあ、逆にスキーの動きを止めたり詰まらせたりするときは、反対側ですね、前にこう回転させるような動きを入れていけば結構コントロールはしやすくなります。急斜面のショートターンのスピードコントロールのコツが知りたいです、いつも暴走します、これはじゃあ後で紹介しますね。一般的にはですね、スピードのコントロールってスキーのこういう横ずれか、もしくはターンの弧の深さでやります。これ今ずれでやってますね。はい、もう一つこういう感じでギューッと深く切り上げるように回る、ターンの弧の深さ、この2つを使い分けていくのが一番オーソドックスな方法です。バーンの状態がいい時は横ずれって結構使いやすいですね。スピードの、コントロールオンピステの中でしっかり圧接されていると、まあ、それなりにこうずれが使えるんですけど、雪がちょっと悪くなってきたりボソボソしていたり悪雪になったら横ずれっていうのは使えなくなるので、そういった場合にはこのターンの弧の深さをコントロールするようにして、滑っていただくとスピードのコントロールがしやすくなります。先ほどの急斜面のショートターンのスピードのコントロールの仕方も基本的には、これ同じことですね。これはですね、どっちがいいかはその時によるんですけど、佐藤くんの滑りの方が失敗しにくいです肩とか上体結構バランスを保って滑ってきます。吉岡君の滑りの方がターンスペースも大きいんで、エッチングの反発もがっつり食らいやすいんで結構リスキーです。でもハマるとむちゃむちゃいい滑りになりますどっちを取るかって本人たちも言ってましたけど、結局吉岡君も雪質が悪くなったら自分で、ターンサイズを小さくして佐藤君みたいにずらして滑るって言ってたんで、やっぱりここでもさっきのレーサーにもありましたし、最初の方僕の、低速でやったのもあるんですけども、ズレとキレの組み合わせっていうんですかね、そういうのが、ここでも非常に重要になってくるんではないかと思われます。という感じでですね、まあ途中からちょっとマニアックなネタ紹介になっちゃいましたけども、こんな感じで毎週毎週
テーマを上げたり、レッスンの動画に上げてないようなものとか、あまり上げれないものとかをライブの中でこそっと、紹介したり、してます。新しいもの、古いもの含めてですね、結構むちゃむちゃ古いのを使ってる時も、あります。でもその動きとか、説明する内容のものが、ちゃんと現れてればいいのかなと思って、結構古めのものを意図的に使ってるっていうこともありますね。コブレッスンもありますと、コブもですね、後半、やってきますね。コブは、まあ、ポジショニング、それからライン取りとかですね、そんな動きを紹介していきます。コブはですね、これはまあ僕流ですけど、ここのレッスン全部僕流なんですけれども、整地とコブは全く反対です。さっき最初に足首から曲げて前に詰まるのダメって言ってたんですけど、コブに行ったら丸です。コブと整地、僕の中では逆に考えているので、整地はスキーのテールが結構使ってスキーを滑らせていく動きを大事にしていきます。コブは逆に足首曲げて前に詰まらせて上体を起こして、スキーのトップ側を使ってスキーがあんまり走らないようにして、滑っていきます。整地でダメって言ってたのがコブに行ったら丸になって、コブに行って丸って言ったのが整地に行ったらダメになっちゃうパターンが僕のパターンでは、結構多いです。説明プラス、分かりにくいところをこういった形で、聞きながら説明を入れていくっていうのが、まあ、今年からやってる僕のスタイルの、レッスンという形になります。どうなんでしょう、他の方とやり方がちょっと分からない、見てないのでやり方は分からないんですけれども、サンプルの動画プラスここで細かい解説とか問題点をなるべく解決して雪上に出ていただくと、まあ雪上でもレッスンは普通にやってます。12月から今のところ11月雪あればちょっと考えるんですけど、今んところですね、雪があるという保証がないので、一応12月からレッスンは組んでるんですけども、12月、そして12月は主にですね、ベーシックというか基礎トレーニングじゃないですけど、そんなスピード出すんじゃなくて基本パーツとかを紹介していくようなレッスンが多いです。1月は比較的実践的にこう、滑っていくレッスンが多くて、2月になると僕の場合はちょっと急斜面とか少しハードめのやつが多くなる。3月になってくると小回りとか、まあ、コブも出てくるんですけども、コブは意外と嫌がる方が、レッスンに来られる方、コブは避ける方が結構いらっしゃるんで、コブは説明をして、コブ滑る人と迂回する人と分かれたりしております。ちなみに雪上レッスンもそうですし、今回のこのレッスンも、だいたいご参加いただいている方は、僕の世代の方が一番ご参加いただいている年齢層としては多いです。20代の方がごく稀に入ってきますけど、普段はいらっしゃらないです。雪上レッスンは男性の方の割合が非常に高いです。オンラインはそうでもないですけども、通常レッスンは男性が8割はいるんじゃないですかね。海外ツアーに行くと女性も増えてくるんですけど、なぜか普通の、レッスンは男性が、多いです。まあ、今はちょっとコロナで海外のツアーなんかもできないんですけど、国内だと、やっぱり普通の子1本ずつ滑ってアドバイスするものが多いですけども、海外は1日滑り、いろんなとこ滑りながら、こういう場所ではこんな風にしたらどうでしょうっていうようなアドバイスしながら、いろんなゲレンデに回っていくっていうのが多いです。レッスンの方はですね、主に白馬バレー、白馬エリア、もしくはシーズンの初め終わりは志賀高原とか、行きます。たまに野沢温泉にたまに行く、あとは戸隠高原とか、基本的に、長野県内多いです。時々群馬の野呂みなかみっていうところに行ったりもしますが、あんまり北海道の方まで行けるケース、東北まで行けるケースっていうのはないので、長野周辺ですね。去年とかも、西日本っていうか滋賀県だったかな、あれは奥伊吹とか比較したんですけど、
雪がなくてできなかったという去年は。その前は行きましたけれども、まあ、長野県メインの、スキー場で、レッスンをしておりますので、よかったらまたご参加くださいと言いながら、12月のレッスンはほぼほぼ平日のところがちょっと、空いてるだけでほぼ埋まっちゃいましたけど、プライベートレッスンは結構いっぱい空いてますけども、普通はだいたい施術のレッスンは僕8人マックスでだいたいやってます。まあ、ご夫婦とかいたりして9人とかなっちゃったり、こちらで間違って9人いっちゃったりとか、そういう時はごく稀にありますけども、10人とかにはならないですね。8から7の中でほとんどレッスンをやるようにしています。もし興味ありましたらぜひご参加ください。こんなスタイルのレッスンを年間通して、で通常は動画もしくはこのライブ配信、場合によっては動画とライブ配信、同じ週に両方やったりとかしてる週もずっとありますけど、全然何もやってない週っていうのはないです。まあ、これまで5月とか6月とか結構どこにも出れない時期は、動画とライブと両方ずっとやってましたけど、9月10月はライブの方は2週に1回ぐらいのペースで進めております。という感じで、体験のコースご参加いただきましてありがとうございます。ぜひ、よろしかったら通常コースにご参加いただいて、一緒に滑っ、スキーの方を楽しんでいただければと思います。普通の雪上でやるレッスンとはちょっと違うと思いますけれども、それなりに参考にしていただけることが、ある程度ご紹介できるんじゃないかと思いますので、よろしかったらご参加いただければと思います。